翔太くん、ファースト石取くん、セカンド大野くん、サード増田くん、ショート飯田くん、レフト江口くん、センター西村くん、ライト浜野くん。なお、この試合の審判員は球審三塁清兵衛、控え審判員小川、以上でございます。1回の表、札幌新小鳥チームの攻撃が1番センター足立くん、センター足立くん背番号8、手番号5、Oh,
レフト小瀬田君、背番号7。9。
4番レフト江口くん、レフト江口くん背番号1。4番キャッチャー翔太くん、キャッチャー翔太くん背番号2。キャッチャー生田くん、背番号23。Oh, no.
8番
センター西村君、センター西村君、背番号8。Thank you.
山村くん。Thank you.
者三谷君背番号6。Thank you.
江口君。
4回の表、札幌新琴美チームの攻撃は、7番、ファースト、中谷君。8番ライト佐藤君。岩井君。
4回の裏、札幌大谷チームの攻撃は7番ショート飯田君。Oh,
したらよく札幌大谷チームの新卒変更並びに選手の交代をお知らせいたします。サードの増田君が退いて長倉君が入りピッチャーの三谷君がショートへ、ショートの飯田君がサードへ回ります。6番ピッチャー長倉君背番号10、7番サード飯田君、9番ショート三谷君。5回目で札幌新国立チームの攻撃は3番ショート山本君、4番レフト小瀬戸君、5番ピッチャー帯川君、はい、ありがとうございます。
5回の裏、札幌大谷チームの攻撃は3番レフト江口中。
の攻撃は8番ライト加藤君。お知らせいたします。ピッチャーの長倉君が退いて郡山君が入りキャッチャーの正田君がピッチャーへ回ります。4番ピッチャー正田君、6番キャッチャー郡山君、背番号22。札幌新子さんのチーム一塁ランナー加藤君に代わりまして、代走森田君、一塁ランナーは森田君、背番号36。
番センター西村君。
6番キャッチャー北区。新小谷チーム二塁ランナー引田くんに代わりまして代走岩崎くん。
二塁ランナーは岩崎君、背番号29。Yeah.
足取り君。ありがとうございました。